サウスカロライナ。サウスカロライナは、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦。カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦の2番艦。艦名は、サウスカロライナ州にちなみ、その名を持つ艦としては5隻目。サウスカロライナは、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で1970年12月1日に、寄港する。1975年1月25日に、 ミサイルフリーゲート DLGN-37 として収益したが、1975年6月30日にミサイル巡洋艦に艦視変更され、CGN-37 の船体番号を与えられた。サウスカロライナの最初の北、大西洋配備は、ニミッツ戦闘グループに所属してのものであった。カリブ海での演習、ソリットシールドソリットシールドに参加後、 最初の地中海配備を1977年2月に完了し、サウスカロライナは姉妹艦のカリフォルニア、空母ニミッツと共に11月に2度目の地中海配備に来、1978年7月にバージニア州ノーフォークに帰還した。その後はドワイト・ディ・アイゼンハワー戦闘グループに所属し1979年1月に地中海へ再び展開した。 1980年には大西洋艦隊戦闘グループの一部としてインド洋に展開する。1981年11月にバージン諸島へ巡航した後、1982年1月から半年間空母アイゼンハワーと共に配備される。1985年はカリブ海での演習準備で新年が始まった。サウスカロライナは3月に、 地中海へ展開し、7ヶ月の配備で46,500マイルを航行した。6月14日に発生したトランスワールド航空847便テロ事件に対処するためレバノンから展開し、その後は10月から翌1986年6月まで2度目の拡張メンテナンスを受ける。7月に北、大西洋への巡航へ出発し、ドイツのビルヘルムスハーフェン、 ノルウェーのオスロを訪問する。ノーフォークに帰還すると、海外配備の準備を開始し、1986年12月30日に、ニミッツ戦闘グループの一部として展開する。大西洋では合同演習を指揮、ビルヘルムスハーフェンを再び訪問し、1988年10月に母校に帰還する。1988年12月には、 ルーズベルト戦闘グループに加わり、地中海へ展開した。この配備中に、サウスカロライナの関西ヘリは悪天候で、相打不能となった7隻のヨットの乗員を救出した。1989年6月30日に、ノーフォークへ帰還し、ノーフォーク海軍造船所で4ヶ月の信頼性試験を行った後空母フォレスタルの護衛として1ヶ月間のカリブ海巡航を行う。 サウスカロライナは1990年1月5日にグアンタナモアンに向けて出港し訓練に従事する。その後3月12日にカリブ海に向かい4月13日から沿岸警備艦隊コンカレブロンの機関として2度の対馬役作戦に従事した。7月にも再びカリブ海での対馬役作戦に従事し第4統合任務軍及びコンカレブロンの機関として 作戦式を行った。サウスカロライナは1990年10月1日にサラトガ戦闘グループとの作戦活動に向けて出航する。単独での大西洋横断に続いてスエズ運河を初めて通過する。オペレーションデザートシールドでは公海北部の海上阻止部隊コンディズラ24の機関を務め、同部隊の作戦活動機関に27回の 臨検を行った。1990年11月7日に、海軍作戦部長、フランク・ケルソー提督がサウスカロライナを訪問した。海上阻止部隊の作戦活動が完了すると、サウスカロライナは、サウジアラビアのジッターを訪れ、同地を訪問した初の原子力艦となった。1991年1月には、セオドアル・ウズベルト及びアメリカ戦闘グループと共に、 地中海中央部での作戦活動に参加した。サウスカロライナはイタリアのタラントで1991年1月17日のオペレーションデザートストーム開始時に配置替えされる。地中海における対空戦闘指揮官として航空路防衛及びスェズ運河へ接近作戦オペレーションシルバークラウドを指揮した。 その後沈没した商船コンチネンタルロータスの生存者4名及び死者29名を収容する作戦の監督を行った。1991年3月28日に母港へ帰還し、ノーフォーク海軍造船所入りする。ノーフォークでは戦闘システムのアップグレードと原子炉の燃料交換を行い、1994年3月30日に出港した。 その後10月から11月にかけて、フロリダ海峡において、キューバ難民の救助、輸送作戦のオペレーションエーブルバージルに参加し、乗組員は沿岸警備部隊栄誉賞を受賞した。翌年春には次の配備に向けて、精密検査を受ける。1995年の秋に11度目の配備に入る。今回の巡航は、旧ユーゴスラビアの支援作戦、オペレーションでフライ シャープガード、デッサイシブエンデバーへの参加であった。それらの作戦は、NATO の作戦、オペレーション、ジョイントエンデバーの一環であった。サウスカロライナは、アドリア海で、防空作戦指揮官の役割を果たし、部隊軍交渉及び、総工軍従軍,軍メダルを受賞した。1996年春に、母校へ帰還し、翌年春には、ジョージ・ワシントン戦闘グループの一部として、 艦隊作戦活動に入る。4月から6月にかけて演習、コンプト X に戦闘グループと共に参加し、大西洋艦隊における最も大規模で成功した艦隊空ミサイル演習において防空作戦指揮官の役割を果たした。1997年8月にサウスカロライナはフリーテックスに参加し、次の配備の準備を完了した。 1997年10月にサウスカロライナは最後の地中海巡航に出航し、イスラエルのハイファ、イタリアのナポリ、スペインのロタを含む13の港を訪れた。第六艦隊では防空作戦指揮官として3度の主なナトウ演習に参加した。1998年4月に母港のオホークへ帰還し、その数週間後にカリブ海南西で6週間の大麻薬作戦に、 従事するため出港する。サウスカロライナは1998年8月10日から12日まで、チャールストンへ最後の訪問を行う。その後9月4日に退役し、10月1日にピュージェット、サウンド海軍造船所で原子力艦再利用プログラムに基づき解体が始まる。1999年7月30日に除籍され、 解体は2000年3月28日に完了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。